の11時にコンビニ行ったの、そば買いに。でそば買って、年越したらそば食べようぜみたいな、年越しそばしようぜって言って、11時50分くらいでこうのんびりしてたら友達が、あって言い出して、なにって言ったら、友達がそばって年越す前に食べるらしいよってなって、あってなって、10分で食ったそば、味全然覚えてない。ナレージ0分ですよ。1月1日、正月ですよ。正月のあれ、やっぱりね、あれしました、ジャンプしました。友達とジャンプして、地球上にいなかったー、わー、いや地球上にはいる、いや地球上にはいるみたいなのずっとやってましたね。わちゃわちゃしてましたね。てかずっとモーナのミュージカルごっこしすぎて紅白見てない。いやマジで何してんの。そしておみくじをしに行きました。おみくじはですね、なんとなんとですね、キチ、いや普通、いやめっちゃ普通でした。でなんかそのうせもの、うせものってあるじゃん、うせもののところになんか無駄だ諦めろって書いてあったらびっくり、こんなの初めて見たんだが。で願い事はちっちゃいことは叶うんだって、おっきいことは叶わないんだって。なのでコンビさんも、今年は1000万登録者数いきますように。みんな今年の抱負をコメント欄に書いてみてね。ふーんっていう顔で全部見るよ。バイバイ。皆さんこんにちは、ビーバーシャムです。今回はですね、首揺れる女の子っているじゃないですか。いやこれ美味しいみたいな、写真撮ろうみたいな感じの、首座ってないんですか、じっとしろよみたいな感じみんな言ってるじゃないですか。僕はねあんまり何も思ったことなくて、あなんか恥ずかしがり屋さん経営してんのかなっていう思ってるだけだったんですよ。こうぶりっ子特有の揺れ、学校にいました、特有の揺れいまして、でも全然ね気にすることはなかったんですよ。まあちょっとね、うわ揺れてるなって思うくらいだけで、でもねそれはあんまり思わなかったんですけど、ちょっとね僕が目をまん丸にしてその特有の揺れって思った時があったんですよ。その話をしたいなって思って、まあいたんですよ学校に。めちゃめちゃおしとやかな女の子がいて、ちょっと人前に出るとはぁはぁはぁってなる子がいて、あ恥ずかしがり屋さん経営中かみたいな感じで思ってたんですけど、体育の時間ですよ、体育の時間、こうラジオ体操をやるみたいな、あれね僕ねラジオ体操真面目にやらないやつってめっちゃ嫌いまで行く、僕は体育はサボる勇気はないが不要ですみたいなアピールじゃないですか。あんなのそれが嫌いなんですよ僕は。だからね僕はねしっかりと真剣に体操をする生徒だったんですよ。うんちょこぴーうんちょこぴーやってたんですよね。そしたらその特有の揺れをする子がね体育委員だったんですよ。で体育委員が前に出て体操をするみたいな、前に出て体操して、その体育委員が体操してるのを見ながら生徒も体操をするみたいなことがあったんですよね。それであああの子大丈夫かなー思ってたんですけど、まあ恥ずかしいんですよね、恥ずかしがり屋さんなんですよ。で顔が真っ赤っかだったんですよね。な恥ずかしいのかなって思って、まあこうやって一生懸命やってたんですよ。そうだね、本当にびっくりした。あのねまあちょっと顔は揺れてたんですよ、ゆるゆるゆるみたいな。でこの前にさふんふんってやって、後ろにうーってやつ、大空見るやったらじゃん、前にふんふんうーってやつ、あの時ね、いや首もげる、いややばいくらい、いや首がめっちゃもげそうなくらいドゥルルルってなってる。で僕ね真面目に体操してるんだけど、初めてね体操できなかった。え？って止まったよね。いやワンちゃん首取れるってくらい本当にねやばかったの。ドゥルル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 はでっていう話なんですけど、なんと決めました、僕決めました、1年間お菓子を禁止します。わーわー、そんなにはしゃいじゃダメなんだぜ。ちょっと前からこういうやつずっとやりたいなと思ってて、今年はね、ちょっとやろっかなって思いました。なんとね、なんと21日からもう始めてるんですよ。だから来年の1月21日まで禁止する。で、こう21日にわーってやるんだぜって感じですねとか言ってでもね、なんか余裕な気がします。だってカフェラテが好きなんですよ。だからカフェラテ
酒は飲めるってことでしょ。余裕じゃね思ってます。これは余裕かな。でもね、友達がね惑わしてくる。なんかアイス食べてて、いやちょっと1年間お菓子禁止やろうと思ってって言ったら、いやアイスはお菓子じゃないんじゃね、いやアイスはお菓子じゃないんだね、ラクトアイスはお菓子じゃないんじゃねとか言ってくるから、アイスってお菓子じゃないのかなとか思ったりとかしたけど、まあ食べなかったんですよ。アイスも大好きだけどさ。でドーナツってお菓子なのかなとか思って、で友達にドーナツってお菓子かなって言ったら、お菓子じゃなくねとか言ったけど、多分お菓子だろうなと食べなかったんだよ。カフェラテはお菓子じゃないよね。わかんない。カフェラテ禁止はちょっと無理かもしれない。だってさっき飲んだもん、カフェラテ L サイズ。いや飲みすぎー。いや飲んじゃった。でもカフェラテは許してほしいんだなって感じなんだぜ。いやまあ余裕かなと思いますね。バレンタイン来るじゃん。バレンタイン来るからコンビニでゴディバのチョコレートが誘惑してくるんだよね。こんな世界にこんなチョコレートがあるんですかってくらい可愛い入れ物のゴディバのチョコレートがあるんですよ。いや我慢しましたね。我慢しました。ちょっとねやっていきたいなと思う。いや言っちゃった。動画にしなければいいのに。動画にしなかったら食べてもよかったかもしれないのに。いやでもね、ちょっとやってみようかと思います。ということで皆さん、1年間お菓子禁止頑張ります。皆さんも何か禁止やってみてはいかがですか。なんかすごい変なホールみたいなところに集まされて、でなんか店員さんかよくわかんない人に、今から机にあるものを食べてくださいみたいなこと言われて、で僕食べたんですよ、パクッと。したらチョコだったんですね。あーやばって思って、本当にどうしようって思ったの。どうしようって思ったけど、隣にあるやつもパクッと食べたらまんじゅうだったの。あーやばいじゃんってなって、1年間たのに、あーこれダメじゃんって思って、どうしようかなって思ってたら、その店員さんみたいな人が、それでは皆さんこちらに来てくださいと言って、そっちに行って、なんかジェットコースターに乗るみたいなやつにブシュブシュってされて、それでは今から皆さんを宇宙に誘いますとか言われて、うわーってなってた時に目が覚めた。目が覚めましたね。これってもう診断症状やと思ったけど、いや違うくて、僕のツイッターの DM が大変なことになって、これピーマン様1年間お菓子禁止頑張ってくださいの下に画像でめっちゃ美味しそうなお菓子送ってくる、かわいいねリスナーちゃんがいるんですよ。抑えろピーマル。いやダメだ、もう言っとこう。ふざけんな。まあいいんですけど、一応ちゃんと言っとこうと思って、僕ダイエットではやってないですか。ダイエットとかじゃなくて、去年かな、去年なんかお菓子をほとんど食べなかったんですよ。食べたいなって欲もなくて、これ1年間お菓子禁止とかできるんじゃねって思って、今年ちょっとなんか挑戦ってことで、なんかお菓子禁止しますって言ったんです。なのでなんか体調壊しますよとか、過度なダイエットはダメですよみたいな心配されてる方がいるんですけど、大丈夫です。ダイエットじゃないので、僕ダイエットはしてないので、めちゃめちゃご飯いっぱい食べてるので大丈夫です。それとジュースとカフェラテは飲んでる。ちょっとね、うーんって思ったのが、おつまみとかあるじゃん、スルメとかさ、ああいうのはスルメとかチータラとか、あれはお菓子なのかなーってずっと悩んでるんだ。どうなんだろう。まあ1年間お菓子禁止の途中経過でした。今のところ全然食べなくて大丈夫です。いやめっちゃフルーツ食べてるしね、甘いの食べたくなったら。バナナの王様。バナナは本当に王様だと思います。いちごをねたらふく食ってる。いちごとトマトが好きやからね。でも友達は練乳かけて食べてた。ちょっといいなって思っちゃったんだ。ちょっといいなって思ってよ。さすがにね、練乳かけて食べてたからずっと。ということでまた報告動画を投稿します。バイバイ。1月くらいに1年間お菓子禁止しますみたいな宣言をしたと思うんですよね。あれからどうなりましたみたいなこと聞いてきたので、ちょっと言わせていただきます。めっちゃお菓子食べた。いや友達がさ、いや誰が見んのみたいな、いや食べてもバレないっしょみたいな感じで食べさせようとしてくるんですよ。でもいや私は食べない、自分で決めたからみたいなことを言ったら、あーみたいな、あーなんだよね。でも僕がでも食べてもいいかなみたいなこと言ったら、あ暴露しようって言ってくるんだよね。鬼だよね。でさ友達がさ、いやピーマル様がお菓子禁止してるってみんな信じてないよもうみたいなこと言ってくんの。いやつらちゃんとやってるな。でもメロンパンと
クロワッサンも食べた。いや、知らなくて菓子パンだったんだねって思ったんだけど、これはノンカンかなって。なんかメロンパン食べてて、うわー外側クッキーみたいで美味しいみたいな、これ食べてたら友達がメロンパンで菓子パンだよ、暴露しようって言われて、はーって思ったけど、じゃパンはいいからって、パンは小麦粉だもんとか言ったんだけど、友達がだったらポテトチップスじゃがいもじゃんみたいなこと言ってきたんだけど、ちょっとママ許してダメない、あーお菓子なんかスナック、こんなチョコレートとかちっちゃいコマコマしたやつとかスイーツみたいな感じはダメだけど、パンとかはいいじゃん。話変わるんだけどさ、 DM でさ、ずっとゴリラの画像送ってくる子がいたんだけどさ、最近飯テロの画像になってるんだよね。ゴリラ飽きちゃったのかな。最近あった話は、友達がめっちゃイケメンな人がいる歯医者さんがあるっていうのを聞いて、いや確かに最近歯医者行ってなかったなと思って検診してもらおうと思って、めっちゃイケメンって聞いてたからさ、マジでもめっちゃ可愛くしていったの。めちゃめちゃ可愛く、もうめっちゃイケメンいるって言うからめっちゃ可愛くしていったんだけど、めっちゃおじいちゃんが来たんだよね。えって思って、僕え、いや友達まさかのめっちゃ年上好きとか思って、あれあれすごいおしゃれしたんだけどなって思ったんだけど、なんと友達が担当してくれてる方がめっちゃイケメンで、僕が担当になった人がおじいちゃんだったっていうオチでした。もうそっから行くときはもうすっぴんだよね。したことがありまして、あの辛ラーメンあるじゃん、あの辛ラーメンの袋のやつ、あの辛ラーメンの袋で、あの生麺に辛ラーメンの粉を振ってそのまんま食べたんですよ。バリバリって食べたら、いやマジで辛かった、本当にヤバかった。いやめっちゃ辛いし、ある死ぬ。だから皆さん、辛ラーメンの生の麺に辛ラーメンの粉をかけてかじるのはやめましょう。ってことで皆さん、お久しぶりです。ビーマン様 3D です。どうぞ。この姿で皆さんの前に出るのは両国国技館ぶりかなと思います。来てくれた方本当にありがとうございます。あの時はごめんなさい、カップル帰れとか言って。カップル以外は盛り上がってね。カップルは帰れー、帰れー、帰れー、今すぐ帰れー、今すぐ帰れー。いや実際ね、リアルでカップル見たらね、うざいなって思ったね。言わないとこって思ったんだけど、やっぱねステージに立ってリアルでカップルいるのを見るとね、うざいねーって、本当にうざ、本当にねムカつきましたね。別れますようにー。やっぱね幸せそうな男女を見るとね、ちょっと妬ましいっていうか、なんていうか、本当にね多分僕心に余裕がないんだと思うわ。心に余裕がない。なので恋人募集します。ビーマル様の恋人にふさわしいなりって思う人はビーマル様のツイッターをフォローしてね。お願いします。ビーちゃんの理想のタイプは、お金持ちな人、お金いっぱい持ってる人お金はかっこいいよね。え、引いてる、もしかして嘘、びっくり。ということで皆さん、これからはちょっとね 3D のピーちゃんの動画も撮っていこうかなって思うので、なんかピーちゃんにやってほしいこととかあったらコメント欄を荒らしてみてください。アンチコメントは全部ブロックしちゃうんだぞ。アンチコメじゃないんですよ、ただの意見ですよって言う人も、僕がアンチとみなした人はブロックします。残念。ぜひとも高評価お願いします。あれ低評価できなくなっちゃったんだっけ。ずっと低評価をしてた人、お疲れ様です。おつぷりーって、嘘嘘、ごめんごめん、バイバーイ。みなさんこんにちは、ビーちゃんだよ。いやもう少しでバレンタインデーだね。バレンタインデーだね。ビーちゃんゴジマのチョコレート大好き。ゴジマのチョコレートしか買った、ゴジマしか食べれん。ゴディバのチョコレートは概要欄の宛先まで。なんちゃって本当に送らないでね本当に送らないでね。はい、ということで今回はバレンタインも近いので、 TikTok で流行りそうな音源を作っていこうという
という企画です。バレンタインデー近いですしね。いや、もういうことやばあの、今流行ってるやつがあるじゃないですか。綿菓子たわし、君と私、綿菓子たわし、君のなんちょっとトンパンチンってやつの音源を取っていこうかなってリクエストもらったしね。こう DM でぜひとも君の様にやってほしいというリクエストをもらったので、ちょっとやっていこうかなって思ったんだ。やっていこうかな。クリフがわかんないんだよね。たらたった君と若菓子たわしがたわし、ゴシ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 、お疲れ様です。いや、こちらもお疲れ様です。で、で、できた。こんなんでいいだろう。ちょっと聞いてみよう。たらたった君と若菓子たわしがたわし、ゴシ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 、お疲れ様です。いや、こちらもお疲れ様です。え、いいじゃん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 。こう量産型のね、女の子のね、急なんかね、ゴシ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 、お疲れ様ですって言ったらちょっと面白いね。気持ち悪いなこれ。ちょっともう一回ありますよ。いきます。うったらだったさ、君と綿菓子が綿菓子が綿菓子がこんなにあるんですよー。こんなんかー。いや、こんな感じだったような気がします。ちょっと聞いてみますか。うったらだったさ、君と綿菓子が綿菓子が綿菓子がこんなにあるんですよー。こんなんかはい、ということでこれを投稿したいと思います。皆さん、ハッピーバレンタイン。バイバイ。違いますね。ちゃんとやります。ちょ、最後にちゃんとやりますね。いきます。たらたたた、君と私、おたがしとわし、君と私、ろくがしとわし、あなたもどうぞ、お一ついかが、今なら私がついてきます。どや、かわいい。いや、めっちゃかわいいですね。誰だこのかわいいやつは。あたし。バイバイ。ハッピーバレンタイン。ちょっともう一回切っていい。たらたた、君と私が私が